コーヒー屋台で会おうよ。夕方から降ったりやんだりしていた雨がとうとう激しくなった。店主のコマンさんが屋台の上に開閉できるようにしつらえたブルーシートを最大に広げる。もう深夜0時近いけれど、小さな雑貨店が閉まった後、その前の駐車場に開店するこのコーヒー屋台は今夜もにぎわっている。この基地のような空間にはプラスチックのテーブルと椅子が無造作に置かれていて、お客さんはそれを好きなように配置して座る。営業時間は昼間のじりじりする暑さの去った夜7時から朝3時まで。豆から引いて蓋付きの花柄カップで出される本格的なコーヒーは1杯60円から80円。メニューは丸束という卵焼きと小さなカステラと豆腐にさつまいも玉ねぎの揚げ物。どれもコマンさんがその場で作っていて、その手さばきはコーヒーをプレスする時もネギを刻む時も卵焼きをひっくり返す時も美しく洗練されている。常連さんが時々その様子を見に立って、ついでに棚に並んだコーヒー豆の瓶のラベルの向きを揃えていたり、バイクでやってきて卵焼きのテイクアウトを頼んだロシア人カップルが焼き上がる様子を真剣な面持ちで見つめていたり、仕事帰りのレストランのシェフたちがコックコートで揚げ物を買いに寄ったり、どれも金でできた指輪やネックレス、腕時計をつけたブローカーをしているという二人組が内密な打ち合わせをしていたり、バリの人より一段と色黒で気の良さそうな男性カップルが運ばれてきたばかりのコーヒーをスプーンで一さじずつ大事そうに味わったりしていた。私は現地の移動をいつもお願いしているタクシー運転手のヨノさんに時々ここへ連れてきてもらっていた。彼は後に車を買って個人タクシーを始めたけれど、初めての出会いは彼がまだ現地大手のブルーバードタクシーに勤めていた頃だった。私がバリに住む外国人仲間の夕食の集まりへ向かおうとしていた晩、初めに通りで拾ったタクシーにボラれそうになって、途中で降りた私は歩きながら別のタクシーを探していた。そこへ通りかかったのがヨノさんの車で、彼は日本語でこんばんはと人の良さそうな笑顔で出迎えてくれた。先のドライバーは行き先を告げたら、わかるわかると言っていたのに、私が乗ったら急にと首をかしげてむやみに走っていたのだけれど、ヨノさんはそのこじんまりしたお店にすぐに連れて行ってくれた。加えて帰りには安く移動できる乗り合いワゴンの乗り方も教えてくれ、それ以来私たちは日本語と英語とインドネシア語を織り交ぜてたくさん話をするようになった。さっきから降り続けている雨は勢いを増して滝のようになり、コマンさんはその先に見えなくなった。お客さんはみんな雑貨店の狭い軒下に椅子を運び、閉まったシャッタースレスレに身を寄せていた。
雨粒のカーテンに覆われて、私は与野さんに尋ねた。いつも夜からお仕事始めるんですね。深夜もお客さんいますか？あんまりいないね。でも夜運転するの好きだから、時々車の中で寝てるしね。それで背中痛くならない？いや、なるなる。彼は盛大な雨の音に負けない快活な声で言った。水しぶきが足元まで跳ね上がってきたので、体の向きを変えると、与野さんはテーブルをずらして、こっちこっちともう少し奥まった場所を開けてくれた。彼はバリコーヒーのカップの底に沈んだ粉をスプーンですくい、僕はこれが好きなんだよ。でもこれっていいってすると口の中が真っ黒でさ、コメディみたいなんだよねと無邪気にそれを舐めている。与野さんが18歳になった時、彼のお父さんは自分の友人の娘さんと初対面の彼らの結婚を決めた。そういう時代と土地柄だった。お子さんが2人でき、彼はジャワ島からバリ島への長距離バスのドライバーをしていた。家族と離れている時間の多い生活が続くうちに、奥さんには地元で好きな人ができて離婚をした。辛かったね。運転しててもそのことが頭から離れなくってさ、しょっちゅう頭痛がしてね。だけど僕がラッキーだったのは、ここにこうして話のできる友達がいたことだよ。それだって前は家に帰るとまたすぐ悩み始めちゃってたけどね。今は7年経ってもう終わったことって思えてるよ。それから信じられないというように両手を広げた。僕はジャワ人で一夫一婦制だから、バリ人が時々奥さんを2人持ってたりするのを見ると胸が痛むんだよね。自分がそうだったからさ。男も女も同じでしょ。水に包まれて孤島の灯火のようにぼんやり明かりを放っている屋台のそばで、コマンさんが天井のたわんだシートを一気に押し上げた。溜まっていた水はざわっと大きなしぶきを上げてこぼれ落ちた。与野さんは風下なのを確かめてからタバコを加えると、椅子をちょっと後ろにずらせてライターで火をつけた。だけどこれが人生だね。僕は教会にもモスクにも行かないけど、神様は信じてるからさ、いいことも悪いことも見ていてくださるって思うの。だから自分に正直にいつもハッピーでいられるようにして、人が喜んでくれたら僕も嬉しいって思って生きてるんだ。そうだな、午後よくそこの浜で釣りしてるんだけど、魚がいっぱい取れたらアパートのみんなに声をかけてバーベキューパーティーするんだよ。楽しいよ。そういいね。だけどね、本当言うとやっぱり夜布団に入るとね、実家に預けてる子供のこととかいろいろ考えちゃうからさ。それなら夜中仕事しようと思ったんだ。朝帰って寝ればいいからね。彼は横を向きタバコを吸ってからふっくりと煙を吐いた。お昼間人といて
大丈夫そうに思えていることも、一人の夜に大丈夫でなくなることがあるのはどこの国の人も同じ。だから夜中に開いている場所は安心をくれる。この町には他にも彼と同郷のジャワの人たちが深夜営業している屋台や食堂がいくつかある。私も長年のうちに二十数軒彼に連れて行ってもらった。そこで辛い料理やバリで人気の日本のヤクルトを頼んで、居合わせたお客さんたちと話をしていると、辛くて思い詰めそうになった時も、知らないだけで世界は広くて、もっといろんな価値観があるから心配することはないんだよと囁かれているようだった。なぜか本当に救いになることって、今いる次元をずらした先のちょっと分かりにくいところにさりげなくあるものだ。今日も真夜中、与野さんはお客さんを乗せる合間に、あの子供たちの集まる砂場のようなコーヒー屋台で笑ってるだろう。